AK-101 は、カラシニコフ系列のアサルトライフルである。AK-100 シリーズは、AK-74M の後継変更型であり、a k 7 4 m と同世代。AK-101 は、世界の輸出市場に出すために開発されたため、NATO 標準の 5.56X45mm、NATO 弾を用いるように設計されている。 その売りは、伝説的な信頼性を持つカラシニコフの設計と、標準的で平坦上有利な 5.56mm、ナトーダ弾の組み合わせである。軽量で高精度な合成重視など、合成素材を用いた現代的な設計がなされている。AK-101 には、多くの改善点が見られ、それは、現行の AK-103 など他の AK-100、系列のライフルにも見ることができる。 AK-101 は、セミオートとフルオートを選択できる。分解の手順は AK、AK-74 と同一である。AK-101 は、レールをレシーバーの側面に備え付けることができ、スコープや、その他多くの種類があるロシアや欧州製の、高角照準機もマウント可能である。最大で30発の弾丸をマガジンに装填可能。16インチの重心を持ち、 重厚の跳ね上がり軽減のため AK-74 と同様のマズルブレーキを備えている。AK-102、AK-104、AK-105 AK は、さらにコンパクトなカービン銃として設計された AK-100 シリーズの派生型であり、それぞれ 5.56mm な当弾、m 4 3 7 6 2 e x 3 9ト、mm、ル弾、m 7 4 5 4 5 x 3 9ト、mm、ルライフル弾を、 用いる。これらのカービンは、それぞれのフルサイズ型と違い、わずか3 1 4ト、mm、ルの短い重心しかない。これら、AK-1-00 シリーズのカービンも他と同様に、主に輸出用として開発された。一般に広まった話に、AK-1-01 は、ロシア連邦軍の主力アサルトライフルになったという、ものがあるが、これは誤解であり。 未だ 5.245X39mm 弾を用いる AK-74M がその座に留まっている。後継として AK-105 も提案されてはいるが、こちらも 5.245X39mm 弾を利用したものである。7.62X39mm 弾を用いるアカムもロシア陸軍の一部部隊に限定して、 正式配備されており、AK-103 もロシア警察の一部で運用されている。先進的なアン9 4はロシア軍や警察、内務省の一部への限定的配備にとどまっている。AK-101 はストックなどにガラス繊維強化ポリアミドを用いている。折りたたみ式ストックは通常の固定型ストックのように見えるが、レシーバーの左側面にきっちりと固定できる。 ありがとうございます。